私のビデオを見てくれてありがとう。この動画が気に入ったら、気に入って共有してください。チャンネル登録して、もっと動画を視聴することを忘れないでください。瀕死のシーン。オヒラはシーンに寄ってきて声をかけます。シーンは目を開けているように見えますが、光が宿っておらず、息もしていない状態でした。シーンの周りには、二神隊のメンバーが心配そうに集まり、もう誰一人にマキのことは考えていませんでした。タカシハラはシーンに手を当てますが、体温が感じられませんでした。それを周りに言うと、二神隊のメンバーたちは泣き叫びます。アハナニシキの側近は、二神隊が動かないことに疑問を持っていましたが、アハナニシキは、シンが倒れたから動かないのだと言います。側近は、それでも、ハタ一人が倒れただけで、こうも動かないものなのかと、さらに疑問に思います。アハナニシキは、それが二神隊のいいところでも悪いところでもあると言い、二神隊が動かないのであれば、自分たちがリマキを追撃しようと、リマキの軍を追います。あっての二神隊。シンが死んでしまったら、二神隊はそのまま動けなくなってしまい、隊としても意味がなくなってしまいます。ハイナミは、シンが死んでしまったら、非神隊はどうするのだと泣き、スワエミズも泣き崩れています。カーリョウ、テンは、シンに近づき、起きて二神隊を引っ張っていくように言います。今まで限界を超えて幾度の戦場を乗り切ってきた神隊がここで終わってしまう。まだ大将軍になっていないと涙を流しながらシンに言います。冷たくなってしまったシンを見てカーリョウ、テンは泣き崩れます。周りの非神隊も号泣しています。そこに今日が前に出てきました。今日もシンの前にランと戦い、ボロボロの状態ですが、目には希望の光が宿っているようにも見えます。今日はこれからどうしようというのでしょう。